그 낯선이 시대였다네. 왜 부끄고 낙하니 이랬네. 이리고 단지라 행복해봐. 行かないわ。後ろから超うまい。頼む仲間を解放しなさい。え、忍ぶと可能？俺のやついる。おいで。あいらも。くなつ。してやる。ぜ。うん。なら俺と勝負しな。 今からここに用意してあるアスレチックに鬼滅の刃クーナッツを隠します。カナオとシノブは1人1分ずつこれを探しても大丈夫です。これ？そう、カナオとシノブが見つけられなかったクーナッツは全部無残のものになります。 被ったら被ったのは1人って数えるからね。で、最終的に解放した人数が多い方が勝ちです。やった。とりあえずクーナッツをいっぱい見つけることが勝負の鍵です。難しいとこに隠してやるぜ。仲間を助けるわよ。行くよ。よーい、スタート。みんなが見つけた。あったよ。 30秒経過。あった。あった。あれ？これここもしかない。5秒。4、3、2、1。ちょっと待ってよ。 状況になってるな。いくよ。仲間、何人助かれるか。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、19。19個。じゃあ、あと9個。そう、9つはね、合わせて28個あったから。あと9個も探せてなかったね。無駄。残りの9人の居場所教えて。いいわよ。もう私は、ほぼ見つけてるわ。 それは無残の分よ。はい、パパ。あ、パパじゃない。無残の分だよ。さあ、あとはどこか。はい。<笑>あと2個？あと1個か。ボールプールの中だ。あと2個。ないね。ヒント必要だったら言って。日が暮れるまで見つけられるかな。<笑><笑> ヒントは何々の下。あった。この下の可能性あるかな。これで全部かな。無残の分だよ。あ、結構ある無残。続きは開封対決だ。 イグルを危ない。侵入しない。それがおさびだ。ほら。おいおい、しないからおさびだ。二人解放された。やばい。俺のところは大変。お。かぶれ。カナオだ。もしかしてお前らは。本心の事実。違う、偽物だ。え、違うよ。俺は騙されてるんだ。違う。偽物だ。 予感はね、なんか炭治郎。チェンジロー。なんでわかるな。私ちょっと柄見えた。この人最悪。行くね。せーの。レッツゴー。おお、亀田炭治郎。亀田ですか。兄弟が一緒に出てきたなんて。いやー、勝ったぜ。これは誰？お、天元柱だ。ええー、あれあれだ。これ
は私の大好きなキャラクターじゃないか。オープン！ミズリューチュー。イクラさん、かっこいいわ。ありがとう。かぶらないで。かぶらないで。かぶった。これは、救出したのはイクラさん一人ってことになります。あー、お、黄色のやつだ。ゼイツ、ゼイツ、お前ら俺の手に。これを分けてもらえたよ。分けてくれよ、ゼイツ。わっ、チェンジルチェンジルチェンジルが受けた。姫島城兵衛です。ガベシコイ、姫島城兵衛。ゼイツだ。お前ら持ってないじゃん。おー、おー、ゼイツ。ゼイツ、アウト、ウィー。ハレハレズ。お、一人一人。タネマネチームでは被ってないから一人救出。ブロー。え、本人が助けた。ウィー。羽とマリなんだ。偽物だよ。もしもし、大丈夫ですか。おお、イノスケの素顔バージョン。ちょっとすみません、僕たちは燃え盛る天下と誰でもいい。俺が来るまでの焼き付けさ。かぶりかぶりのミツリちゃん、かぶりました。4人かぶった。お、ピンク？あー、ねずちゃん。ねずこ。おー！このねずまチームの中ではむいちゃん初めて。ねじま業務やら当てました。ナミアブタブ。ナムアミダブ。ナミアブダブ。ダブル。アミダブ。お。お、イノシシバージョン。シュラッツラッシュ。ルコの8人ですね。パパムザンは8人解放しましょう。これはある意味で人気ないけれど、ある意味で人気のやつだ。ピューピューピュー。嫌われてる。嫌われてる。止めようか。ドゥドゥ、投げるなよ。ルル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 。イノスケの確率が高いよね。シノブちゃんバースデー。じゃあ羽まりが救出できたのは何？やーと、あと28、29 でしょ。しかもかぶったのは1人って数える。かぶったのめっちゃあるし。でしょ。ねえマリ、全部で16種類だから3種類持ってないから13種類だろ。13種類です。イノスケ、ゼイツ、モザンと一緒に帰るね。はい、ということで皆さん、今日の動画はいかがでしょうか。はい、3分の1は寸劇、3分の1はチャレンジ、3分の1は、はい、ということで今日の動画は以上になります。Twitter、インスタ、TikTok、LINE のアカウントフォローもお願いします。はい。
い、特に LINE のフォローもぜひよろしくお願いしますね。定期的に皆さんにダイレクトメッセージを一括発信しますから。一括発信します。はい、まりちゃんにもしお手紙を送りたかったら、この動画の概要欄開いて住所を書いていきます。ぜひ送ってね、送ってね。ではまた見てね。バイバイ。チャンネル登録お願いします。グッドボタンも押してね。バイバイ。なんだろう、そんなことを先なんだから。あの、全員助けもらえるかな。なんなの、ミクちゃん。こういう時は喋りなさい。ほら、暴言しなさい。チャンネル登録お願いします。グッドボタンも押してね。次の動画も